スターライトエクスプレス楽譜の表紙。1916年。スターライトエクスプレス作品78は、アルジャーノン・ブラックウッドの空想小説、妖精教の囚われ人に基づき、バイオレット・パーンが制作した、自動演劇。エドワード・エルガーが1915年に、歌とフズ音楽を作曲した。星明かりの旧詩という日本語訳題も用いられる。 1915年11月9日、エルガーはデイリーテレグラフ氏の音楽評論家、ロビン・レッジから同年のクリスマスにキングズウェイ・シアターで上演される児童の空想劇のための音楽を書かないかと誘われた。この演劇はアルジャーノン・ブラックウッドの妖精郷の囚われ人を元としたスターライト・エクスプレスであり、ブラックウッドとバイオレット・パーンの制作であった。 バリートン歌手で作曲家のクライブ・ケアリーが、すでに作曲に着手していたものの、エルガーが移植を受けたことを知り彼は手を引いている。プロデューサーは、バジル・ディーンとなる予定であったが、彼は徴兵されて、フランスへ出兵していたため、レーナー・アッシュウェルが代役を務めることになった。エルガーは、アッシュウェルの脚本を読み、また、彼女とブラックウッドとの打ち合わせも、順調だった。描かれた話は、 エルガー自身が子供の魔法の杖で表現したような彼自身の幼少期の幻想世界を刺激する内容であり、エルガーの心を捉えた。初期構想では子供の魔法の杖を再利用する予定であり、彼は楽譜にこの楽曲から多くの素材を織り込んだ。精力的に取り組んだエルガーは1ヶ月強の期間で歌と不随音楽を300ページ分以上書き上げ、リハーサルに間に合わせた。 12月6日には選出された二人の歌手、オーストラリア生まれのソプラノであるクライティハインとバリトンのチャールズ・ジェームズ・モッドがエルガーと共にリハーサルに臨んだ。スターライト・エクスプレスはロンドンのキングズ・ウェイ・シアターにおいてアッシュウェルによる戦時中有数の上質の娯楽として上演された。上演はタイムズ誌でも告知され劇場の小さいオーケストラピットが フルオーケストラを収容できるように拡張されると報じられている。ピットは1915年12月29日に完成した。初演では作曲者自身が指揮棒を握ることになっていたが、数日前に交通事故に愛心等の症状に苦しんでいた夫人に自宅で付き添うことになったため、若きジュリアス・ハリソンが代役に抜擢された。 上演は1916年1月29日に終了し、期間はわずか1ヶ月にとどまった。公演失敗の原因には、ヘンリー・ウィルソンによる不適切な登場人物と場面のデザイン、そしてパーンによる小説からの劇場的作品、制作が難航したことが挙げられる。ブラックウッドとエルガーは共にデザインに懸念を表明しており、ブラックウッドは自らが有する権利を行使して、 新しいアーティストを据えることを検討していた。ブラックウッドは次のように不服を唱えた。これでは私の感想で可愛らしい演劇は台無しだ劇曲を読んだこともないような馬鹿げた村木な人物によって君の音楽に舞台美術のうぬぼれたゴミが当てられてしまった。エルガーはこれに同意している。これは初日公演の延期を意図したものだったのだろう。初日を感激して、 論評を出した批評家は、音楽及び一部の出演者を称賛する一方、話の中身のなさを指摘している。音楽は忘れ去られるべきようなものではなかった。エルガーがグラムフォン社と交渉し、曲は1916年2月18日に、アグネス・ニコルズとチャールズ・モットの歌唱で録音された。その年の後になって、3つのオルガングラインダー、S ・ソングズが、 ジュリアス・ハリソンによるピアノ伴奏編曲の形でエルキン社より出版された。また、同年にはアルバート・ケテル・ビー編曲のピアノ組曲版がエルキン社より刊行されている。独唱者にフルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーンに、打楽器さん、ハープ、オルガン、手回しオルガン、言語部。 スターライトエクスプレスを作曲した頃のエルガー。1912年。エルガーは本作において、数々の引用を行っている。詳細は以下に示す通りである。登場人物一覧オルガングラインダーに噴した、チャールズ・モット。オルガングラインダース・ソングズの楽譜の表紙。第一幕除曲の後、オルガングラインダーが現れて降りたままの幕の前で、ツーザ・チルドレンを歌う。この歌には、 子供の魔法の杖から、ザリトルベルズが引用されている。曲は、幕が開き最初の場面が始まる間も続く。第一場幕が上がり、スイスの三冠のペンションに住む一家が登場する。まず、音楽なしで起こっている問題が説明される。父と母、ペンションの親と家賃を滞納する、賃借人たち、長い間行方不明の兄弟を、いつも探し続けているミスワグホーン。 そしていとこのヘンリーがいる。子供たちは星座と共に紹介される。ジェーン・アンはプレアデス星団、ジンボは北極星、マンキーは大熊座と小熊座、いとこのヘンリーはオリオン座である。子供たちは新婚した大人たちには星屑の哀れみが必要であると考える。第一幕では不随音楽が奏でられるものの歌はなく場面は一つだけである。 第二幕幕が上がる前に短い前奏曲が、奏される。また、オルガングラインダーが、ワルツ調の、ザ・ブルー、アイズ・フェアリーを歌う。この場面は、幕愛の、イン・ザ・フォレストで締められる。第一場第一場、その一幕愛音楽の間に幕が開く。いとこのヘンリー、マンキーとジンボは、松の森の端にある星の洞窟の外にいる。洞窟は狭すぎて入っていくことができない。 彼らは眠りに落ちる。スプライトが現れ夜の帳が降りる。オルガングラインダーがカーフューソングを歌い、スプライトは姿を隠す。幕が降りる間、プレアデスの踊りが踊られる。第一話、その2幕が上がる。時間は真夜中。子供たちが目覚める。導入の音楽はバイオリンとハープの二重奏で奏でられ、子供の魔法の杖からリトルベルズが聴かれる。 スプライトたちが、スターライトエクスプレスから降りてくる。彼らは、オルガングラインダー、悩みを吹き去る煙突掃除婦、星屑の哀れみを持つゴミ収集車、希望に火を灯す、天灯譜、物事を育てる、庭師の蝶、直感的な純真さを持つ不老者、そして、悩みを楽しみに歌い換える、笑う者である。ヘイスタックの女は彼ら全員の生みの母であり、風と共にある。 感想曲として、子供の魔法の杖から、サンダンスと、モズバタフライズが演奏される。第2話前奏曲前奏曲には、子供の魔法の杖より、フェアリー・パイパーズが引用される。スプライトたちは洞窟に入っていき、眠っている村人たちに星屑を降り注がせる。煙突掃除婦は兄弟を探すのを中断して、休んでいる、大分ミスワグホーンに、最も良質の星屑を巻きかける。 テントは、世界中で消えかかっている、炎の手入れをするため退場する。第3馬幕が上がる間の導入曲には、子供の魔法の杖からモス、モズバタフライズが引用されている。場面の終わりに幕が降りる。第3幕、子供の魔法の杖から、マーチを引用する短い前奏曲の後、オルガングラインダーが、マイオールドチューンズを歌う。第1馬幕が開き、J&A が登場する。 ワルツ、ブルー、アイズフェアリーに続き、ダンスオブザ・プレアデスが幕愛曲として奏でられる中、幕が下ろされる。第二話最後の場面は、松の森、星の洞窟の前である。いとこのヘンリーが、密かに、ペンションの家賃を全額納め、マダム・ジュクイエールは喜ぶ。父が現れ、星明かりの音楽を通して語る。随音楽には、子供の魔法の杖から、ダンスオブザ・プライズと、 フェアリーパイパーズが引用される。フィナーレ製の洞窟から石が転がり出る。場面はスプライトたち、人間たちの登場で明るくなる。ミスワグホーンの幽霊が光を身にまとって現れる。クリスマスキャロル、牧人羊の旋律が音楽に合わさっていく中、ベツレヘムの星が昇っていく。ありがとうございます。